いや、無理だと思うな。いやー厳しい。橋だけか。密着ダメ？おう。いや、趣味じゃないの。何に使うんじゃ。ああ、でもまあ、あるだけいいか。空中 EX 作動前捨て大将。影はなんか結構面白くなってる気がするな。マイナスいくつなのかすら知らねえわ。カウントはどこも入るの。なんか弱そうだけど大丈夫これ。絶対打ちそうだなと思った。あのプンコさんですもんね。あと一本溜まんのか。なるほどね。昼まずありがとう。待って、俺 V シフトのいい使い方思いついちゃったんだけど。ねえねえねえ、 V シフトのいい使い方思って分かったよ。マジマジ、これマジよ。ほんとほんと。あれですね。起き上がりに、撃つ。相手の起き上がりに撃つ。そうすると、多分無敵技と投げ両方回避してくれるから、密着の攻めが結構強くなる気がする。わかんないけどね、やってみないと。やってみないとわかんないけど。あれ？あ、そうか、反省した。密着ってさ、その早投げとかさ、大人げに両方対応するのって結構難しいけど、シフトでやるんだったら結構強いんじゃないかなって思った。で、小技とかが来てても大丈夫なわけでしょ？それ小技とか来てたらさ、ダメだけど。まあ、何も確定はしないかもしれないけど、無敵技を回避しつつ、
ってなると結構強いんじゃねえのっていう。こんな感じこんな感じで、結構良くないですか。相手が無敵技持ってて、でもなんか攻めたいなっていう時に結構強そうな気がするわ。起き上がりシフト、あなたもですか。奇遇ですな。ただこれって結局不利背負ってる側のシフトはぶっちゃけ弱いと思う。まあ多分投げ重ねから大事とか来るから。あれ、あ、1か。俺1だった。ダイパンマジ強えな。なので密着の駆け引きもそうなんだけど、中距離から火力出るキャラは結構強くなるんじゃないか疑惑ですね。あ、ダメか。あ、ダメか。